今年はあの去年結婚入籍したこの中村が、うん、結婚記念日にホームランを打ちましたよね。で結婚記念日に打ててよかった、祝報ですというふうに笑顔を見せていたこの中村ですから、おそらく今日は子供が生まれた日ですから、お子さんが生まれた日ですから打ちたいという気持ちはまた今日も強いんではないでしょうか。それプラスやっぱり2対1っていう展開なんでね、J1 を打つバッターの宿命ってね、やっぱり勝敗を背負えるっていうところが一番大きいんでね、はい、2つのこう悔しさみたいなものがなんか3打席目ファールフライを打ち取られた時のベンチの表情ね、なかなかこう表情ってあまり変えないタイプのバッターなんですよね。はい、センターへ大きな当たりだ、伸びていく、見上げている、同点のホームラン、中村剛也、長男誕生の日に貴重な貴重な同点ホームランを放ちました。2対2の同点。31号は前回もフォアシが投げていた時7月12日以来の一発。お疲れさん、はい、いや本当にあの赤ちゃんが生まれたその喜びというものを今ちょっと表していた中村ですけれども、ね、ブラジル人のサッカー選手は、ね、よくあのゆりかごダンスってね、はい、ワールドカップとかでやってるんですけども、いやでも本当にあの意味のある素晴らしいホームランでしたよね。そうですね、やっぱりこの悔しさっていうものがやっぱりボールにこう伝わったっていう、はい、ベイビーベイビーというふうに、あとはこうね、そのやっぱり4番バッターがホームランで同点に追いついてくれたわけですから、はい、チームからするとこう勝利に結びつけたいわけですよね。はい、中村の見事なホームランが出ました。2対2の同点。